4番までキャリーオーバーが続きまして、5番はついに250万円になりました。ここは315ヤード、カセ番号になるか、そんな期待もかかりますが、ただしグリーンは3段グリーン、難しいんです。アプローチが一つのポイントになります。これはね、やばい、カセが乗りそうだもん。あ、このホールですね、カセが届きそうだからね、これなんとかそうしないと、3人で大丈夫大丈夫、もうこのホールのグリーンね、難しいんだから。もうカセ乗ったってダメ、乗ってもスリーパットするから。スリーパット、あ、さっきもやったもんな。でもあの青木さんみたいに外から行く人間のが強いから。右の木の上だよ。はい、さて松井さん、どこまで飛ばしてきますかね。そうですね、グリーンのそばまで行くと思いますよ、はい、もう僕がやったらよし一発行きましょうかと。あーはーはー、今までいろんなパワーヒッターがこの番組に出ましたけど、ここまで来た選手は本当に飛んでますね。これはすごいですね、はい、今落ちてあのランがね、3ヤードぐらいですから、これ乗ってなら俺やらねえよ。ああ本当に、ああだな、決着ホールになりますかね。いや、それしたいですね、ぜひとも。ただ前の3人の左からは攻めにくいでしょ。あそこはやっぱり男性プロたちは来ますよ。来ますか、はい、さすが、これは誰かあのボール踏んでてくれりゃまた別ですけど。ちょっと待ってね、キャイさん。倉本のセカンドです。これは左の林ですか。何ヤードありますか。木がちょっと邪魔になってますがね、はい、バックスイングで少し肘がね、右の木に当たるんでちょっとバックスイングちっちゃくなりますね、これ6番持ってるんですね。惜しい、もうちょい左。まあしょうがないですかね。グリーンの手前です。ご覧のようにグリーンは3段グリーン、中島ちょっとつま先下がり50ヤードです。ピンは3段グリーンの真ん中です。あー、これ左かな。おっと、きましたね。きましたね。もう左のコブを使ってメンバー常識の。よし、進行方向20でしょ。青木は50ヤードですね。これは見せてくれるでしょう。そうですね、ちょっとつま先下がりラフ、はい、あーちょっと弱い。打った後のこの左肘の畳みというんですか、転がっていけよ。あー、これはちょっと感じ出しすぎましたよ。そうですね、はい、3段グリーン上まで登りませんでした。手前です。さあ倉本、これは3打目になります。これ何枚ですからね。そうですね、3打で本当にいつもの通り構えたらすぐ打つ、この距離感というか、決断力というか早いですね、これはナイスオンですね。パーはセーブできそうです。注目の加瀬のアプローチ、ここまで飛ばしてきました。これですからね、ピッチエンドラン、チップショットじゃない、ピッチエンドラン。上がんねえよ、何の上お前。上がんねえや。あらららららら、らやっぱり中島がこれでチャンスだと思うだろ。これもいいやね。このホールも引き分け。予想ややっちゃおうかな。違う。ナイスパー。という予想が出てきましたが、倉本はこれを沈めてパーです。青木さんが一番チャンスある。だってちょうどいい印があるわ、そこに。どれよ。あ、真ん中に。歩いちゃダメだ。あの左が通ればいい。あれはダメだよ。お前は嘘ついてる。フックラインなのになんで左が打たせんだよ。願いだから。スライスでしょそれ。何よ。スライスだって。あ？最後スライス。ほっといてくれ。俺の打ち方ではフックなんだよ。な。まあこういう会話聞いてますとね、名士たちの会話ですから。ちょっと左出ちゃった。左出ちゃったよ。しかしね、普段トーナメントでも1日目ぐらいはね、こういう会話をしながら楽しくやってるんですよ。あ、そんなもんですかね。そうなんです、はい、これを沈めてパーです。いいね、やっといて、外しても大丈夫だから、トミー絶対入んないから。大丈夫だよ。加瀬と中島、スキンズマッチ250万円です。加瀬1メートル半。ダメだ。まあね、しかし300ヤードドライブでもよしよしよし、ショートゲームとパッティングがね、入ればもうもっともっと優勝してますね、加瀬君は。借金の多いやつが取るんだのか、これ。さあ、これは中島絶好のチャンスですね、はい、ちょっと上から、これは早いですよ、とんとまっすぐ、よし助かった、ストレートだ、あれ、よし助かった、早いでしょ、助かった、助かったな。欲がこれ最後ヒュッとこう、ちょっと強かったな。でもな、なんだパーでみんな一緒か。だってこれは岡本さんの予言が当たりましたね。当たりましたね、見事に。ちょっと体重を落とさないといけないよ。ありがとうございます。言われたくないって。私には言われたくないよね。
岡本さんもね、最初は元気良かったんですがね、やっぱりプレーしないで回ると大変辛いそうですね。ですよね。やはりこういうこと初めてですもんね。カセに加勢してやれよ。さて6番です。ここはロングホールですが、2オンが十分可能です。賞金は300万円までアップしております。ところが加瀬子第1打 OB を打っておりましてギブアップ。青木は右サイドに落としてます。なんでそんな U 字工に入ったのがウッドで打てるのよ。ドロップして、これねスプーン持ってるんですね。そうですね、やはり青木さんはあの下半身止めて腕のリストの使いが早いですから、こういう傾斜でもウッドで打てるんですよ、はい、今倉本君が言ってましたね。やっぱり青木ならではの技っていうのを見せてくれますね。そうですね、うまかったな、プロ見てたな。このリストアクションっていうんですか、非常にうまいですね。中島は今度は逆に左に落としてます。中島のセカンド、残りは190。どうだ4番、ナイスオンだ。これはね、決して優しいショットではないですよ。前に木がある左足下がりのラフ、まあ、これは当然オーバースピンかかって、はい、ここまで来ましたけど、ちょっと大きい、ナイスショットですね。キャリーがピン、大豆めに乗ったよ。あらまあ、ピンキャリー、またも大きい、それはでかいわ。倉本のセカンドです。5番アイアン、どうでしょうか。あ、これいいよ。今のはライン出しましたね、打ち方としては。ラインまっすぐピンに向かってきました。ちょっと弱い、ちょっと動画よく見えるね、やっぱり。もう女子プロみんなに言われてる。アイクさん見える、スコアカード書くときは背筋が伸びてるわ、もうこうやって。倉本、これが第3打です。待てよ、これ寄らねえや、何のイメージも出てこない。って言ってんですよ、当人が。そうですね、トッププロっていうのはあの、自分でこう持ったクラブとイメージの合わないときって本当に寄らないんですよね。青木、これは実はバンカーに入ってました。そうなんです、はい、これも決して優しくはないんですが、まあ世界の青木さんですから、これぐらいのバンカーはどういうこと、どうってことないでしょう。うまいもんですね、はい、今の止まらないのはあのグリーンがダウンスロープですからね。バーディーチャンスです。いやー、これはさすがにパターじゃ無理かな。急に変えられるから、ね、急に変えられるから、クラブはある。トミヤ、うまいけどあんまりやらねえって。違う違う、トミヤいいんだよ、あれ。降りるか。そう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 、いいな、いいな。青木がちょっと不審があってますが、後で岡本さんがこの点を聞いております。そうですね、はい、トミヤアプローチの方が甘いですね。そうですね、アマチュアの方がやる分には問題はないんですが、いや、そう言いながら外さないんだよ、あなたは、うん、先やってよ。いやいや、とんでもない、こんなもの先にやれたらもうジャンボに勝ってるって。いつもあのぐらいマークして一生懸命考えて素振り5回ぐらいくれて入れるんだから。あの一時あのイップスにかかってね、中島も苦しんだことありましたよね。そうなんです、まあ里どけよ、お願いだから。あれ、届いてねえや。届けよ。ちょっとある時期パッティングにね、そういう時期があったんですよ。あ、そうです。お父さんが入れればいいのよ。ん、何よその他人事みたいに言わないで。さあ、大きい差を1メートル半、絶好のバーディーチャンスです。あ、なんだよ。よし、よし、こういうこともあるんですね。こういうこともあるんですね。はい、まっすぐじゃないの、フックするの、これやった、クラのスライスすっからいけねえんだよ。これは正真正銘、中島が絶好のチャンスです。フックって言わなかったら左に行ってるよ。だからクラのスライスしたからいけねえんだよ。俺だってラインが違うじゃん。お前が届けばいいんだよ、何でも。お前のアプローチがまず悪いよ。俺に寂しくそういうの悪いなのかな。これ真っ直ぐだと思ったんだろうな。うん、よし、ナイスバーディーで300万円ですね。はい、はい、いや、これフックされたんじゃなかった。これで借金を返せる、少し300万円を獲得しておりますが、青木さんがね、なんでトミーはパター使ってんだと、で、マッシーはあれがうまいんだ、うまいんだっていうふうに言ってた。あ、そう、うん、もう迷わずパターだもん。芝目はどっち向きだ。逆目、逆目、うん、逆目でちょっと3分の1ぐらい埋まったから、やっぱりロフトの多いクラブだと食われるなと思って、うん、でもジャンプするでしょ、パターの歯で打っても少しは。練習してるから。なるほど、というわけです。はい、お見事です。いやー、よかった。